皆さんこんにちは、ペリオディスタ小澤です。今回は素敵な、場所でノートさんの、イベントスペースをお借りしまして、素敵なゲストをお招きしての、対談ということで、今回は、22年の3月にこちら、敗北のスポーツ学を出版されました井筒陸也さんに来ていただきました。井筒さん、ご無沙汰します。ご無沙汰します。お願いします。お願いします。ということで、今回は、この、ソロメディアさんから出された本が非常に面白くっていうのも、僕サッカーもいろいろ読んできたけど、こんなに哲学的で参考文献がいっぱい入ってるサッカー本ってなかなかなかったんで、めちゃくちゃ面白かったんですけど、その出版の秘話であったりとか、そこから発展していろんな育成の話とか、当然Jリーガーもやれてたので、井筒さんに今日はいろいろお話を聞きたいと思いますけれども、まずは井筒さん、この本を書くことになったきっかけ、ちょっと教えてください。きっかけは、僕がまさにこのノートを、プロの時に始めて、で当時はまだスポーツ選手でやってる人ほとんどいなかったと思うんですけど、その時に始めて、そのタイトルがもう敗北のスポーツ学っていうタイトル で、それで1年ぐらいノートを書いて、でその後引退しちゃったんですけど、引退したタイミングでソウルメディアさんからお声掛けいただいて、ブログのタイトルもすごいいいから、そのままのタイトルで井筒さん書いてくれませんかって感じで依頼が来て、早3年って感じでだらだら書いてました。なんで敗北のスポーツ学っていう、もともとそういうタイトル、はい、そのノートさんでの連載もそうだけど、決めたんですか？はい、これ出せるか分かんないんですけど、ビジネスモデル使いとかをやられてるチャーリーさんっていらっしゃるんですけど、その方にご相談をしに行ったんですよね。それは、僕がただブログを書くだけじゃなくて、なんかこう図解とかを入れて、なんか構造的にサッカー界のことをこう語るみたいな、なんかそういう感じにしたいなって思ってたんで、なんかそういうところでご協力いただける方いないかなって感じでご相談に行ったんですけど、その枠を飛び越えて、Jリーガーの時に行ったってことじゃん。Jリーガーの時に行きました。東京行って、会いに行って、それで、でもそれだけじゃなくて、ブログの、サービスを何にするのかとか、タイトル何にするのかっていうところも相談に乗ってもらって、でやっぱりこう相入れないものがこう2つ並んでると、やっぱ人は目を引くし、興味を持つみたいなアドバイスをいただいたんで、スポーツと、敗北っていう、あんまりこう掛け合わせたことがないような言葉でタイトルにすると面白いんじゃないかみたいな、そんな感じで決まりました。僕ね、この本読んでて、井筒さんって多分そのいろんな本も読んでるし、いろんなこと考えてるから相当思考力があって、インテリジェンスでっていう、インテリジェントでっていうところはあるんだけど、逆にこう J リーガーとしては生きにくかったでしょ。もうそうやってもうはっきりした世界じゃん。そうっすね、もう勝つか負けるか結果だけだろ、それ以外はごちゃごちゃ言うなみたいなシンプルな世界だし、みんな本当に子供の頃から王様のような子たちがそのままプロになって、考えずにサッカーずっとやってきて上手かったんでプロになりましたって小バカだと思うから、選手、そういう意味ではなかなか生きにくい J リーグっていう、こう環境で生きてたんじゃないかなと思いますけど、いろいろ悩んだ。いや、めっちゃ悩みましたねもう高校の時ぐらいからそういうノリは徐々にこう強くなっていくじゃないですか。なんで僕は高校の時キャプテンだったんですけど、こう何を言ってもみんなが反応してくれなくて、それでもうサッカー上手くなって、こうみんなを黙らせるしかないみたいな、なんかそういうマインドに変わっていったので、徐々にそれは対応していったんですけど、でも J リーグに行ってからもやっぱり試合に出てない時期はあんまりこう発言力ないですし、もちろん試合の出てる出てないによってお給料も変わりますし、そういう意味ではもっといろんなことあるのになっていうふうに思いながらも、でも自分がこういう性格なんで、J リーグのそういう、こうルールの中で、チャレンジできたっていうのは、長い目で見ると、いい経験だったのかなっていうふうにも思います。その井筒さんなりの、著者なりのこの本の、そういうどういう思いで、どういう人たちに読んでほしいかっていう聞く前に、僕なりにこう読んだ感想を述べさせていただくと、やっぱりサッカーってそんな簡単に、サッカーってこういうものとか J リーガーってこういうものって言えないよねって、人間だから複雑だから、だから僕もこれ読ませていただいて改めて、あ、サッカーってやっぱり複雑だし、サッカーは分かって気になっちゃいけないし、なんか人間と同じ、なんかそういういろんなことを考えながら、複雑なものを複雑に理解するみたいなことが重要なのかなっていうふうに僕は読み解かせていただいたんですけども、井筒さんは著者としてどういう、この本をどういうふうに
こう読んでいただきたいですか、皆さんに。いや、そうですね、まさに言っていただいた通りで、うん、まあ、ある程度そういう役割が期待されている部分は大きいと思うんですけど、うん、やっぱりこうサッカー選手ってサッカーが大好きで、うん、人一倍練習して、うん、こう夢を叶えた人たちっていう、うん、まあ、そういうふうにしか見られてない部分もあるなっていうふうに思っていて、うん、まあ、でも僕はなんかこんな感じですし、うん、僕の周りの J リーガーももちろんこう悩みながらやったりとか、うん、他のことに興味があるけど、まあ、今はサッカーを頑張っていたりとか、まあ、そういう人たちがいるんで、うん、まあ、なんかそういう人の存在を知ってほしいなっていう気持ちもありましたし、うんうん、あとは本にも書きましたけど、うん、こう一直線でこう夢に向かって努力をして成功したっていう感覚は僕は全く持ってないので、うん、まあ、そういう意味ではここで僕にとって、どっかで J リーガーになる選択肢が途絶えた可能性もいくらでもありますし、うんうん、なのでそういうところでもし困ってる人とか、うん、まあ、挫折しちゃった人とかがいても、うん、別に全然いいっすよっていうのは、うんうんうん、なんか言いたいことではありました、うん、はい、だからやっぱりいろんなそのサッカー選手 J リーガーっていう職業を目指してる人以外にむしろこれからの社会人就活する人とか、まあ、そういう人に僕は手に取って読んでもらいたいなと思うし、まあ、あともう一つ言うとやっぱりこうなんだろう、 J リーガーって華やかに見えるんだけどやっぱり一人一人違うし、やっぱりそうやってなんか、ね、ステレオタイプ的に J リーガーこうあるべきだろうみたいなんで周囲からのこうプレッシャーとか同調圧力がやっぱり苦しめてる部分もあると思うんで、なんかサポーターの人たちも広く知ってもらえると僕はいいんじゃないかなと思うのと、あと伊豆さんにも実際にこれ大変失礼な言い方で言っちゃったんだけど、この本は、まあ、この動画対談もそうだと思うんだけど多分売れないよねっていうことを言っちゃっててこの時代って多分この動画 YouTube なんか特にそうなんだけど、何でもファスト手軽に簡潔に手短に情報であったり自分の得することをやっぱり得ようとする時代だと思うんだけど、だからこそ僕はこの対談とかこの本はすごく価値あるなと思ってるのは、いやそんなもんじゃないよと、やっぱりねサッカーも複雑だし一人一人の思いが詰まってて人生もそれぞれ違うんで、なんかそういう意味ではこの本読んでもらったら、まあ多分多くの人はあれ伊豆さんどういうこと言いたいんだろうとか何伝えたいんだろうとかってあるけど、やっぱそうやって思考が巡り巡っていろんなこう伊豆さんなりの人となりも見えるしキャリーも見えるんで、なんかそういう意味では僕は売れなくても絶対に読んでほしいなサッカーファンはと思ってるんで、ちょっとそこだけは伝えておきたい。大変失礼な言い方をして、できれば売れてくださいこれが売れたら日本はすごく素晴らしい国になるんだなと思ってるぐらいなんですけど、ちょっとじゃあここの本の中身でちょっと僕が気になったところから発展させて話を広げたいんですけども、はいはい、まずは僕すごい面白いなと思ったのは伊豆さんって、まあ、ある意味で、ね、高校も選手権出るような高校で大学でも日本一になってって、まあ、キャリアで言ったら高校も大学も華やかじゃないですか。でトップレベルで出ててキャプテンもされててって、でも学生時代って、まあ、その前で言うとジュニアユースの LYFC の時もそうかな、はい、だからまあどちらかというとそんなにトップトップのエリートじゃなかったと。だからなんか J リーガーを目指さない学生時代だったのに J リーガーになっちゃったっていうキャリアがすごく面白くて、だからちょっと一緒にJ リーガーっていう職業についてもちょっと考えてみたいなと思うんですけども、なんでそもそも J リーガーそれだけサッカーやってたのに目指さなかったんですか。いやこれは本当に目指せるようなレベルじゃなかったっていうのが本当のところで、僕サッカー始めたきっかけもこう体が弱くて、うん、喘息持ちだったんで、うん、まあ、運動とかした方がいいんじゃないかっていうふうに言われて、うん、で本当まあよくあるパターンですけど近くにサッカークラブがあったので、まあ、そのエルバ FC っていうところに行ったんですけど、うん、まあ、超ベンチャーで、うん、超弱くて、うん、本当になんて言うんでしょう、何の実績もないクラブだったんですけど、うん、まあ、そこにいた指導者の方がまあすごい面白くて、うん、僕はここまでサッカー続けてるんですけど、まあ、本当に足遅い人とか背ちっちゃい人とかめちゃくちゃ下手な人とか、うん、同級生はそういうやつらばっかりで、でもまあサッカーっていうのは面白いから、うん、お前らサッカーやれよみたいな感じで言ってくださる方だったんで、その指導者の方が、うん、なのでもう中学でサッカーは終わりって思ってたんですけど、ね、まあ高校その八橋本高校っていう和歌山の、まあ、選手権とか出れる高校に行けたのも、うん、まあその監督コーチの人のつながりがあったから、うん、まあなんかコネで入れてもらったみたいな感じなんで。なんか本当に全然僕の人生にあんまり J リーガーの文字はなかったですね、うん、はい、それは大学行っても変わらなかったの。大学行っても変わらなかったですね、うん、高校から大学行く時も
本当はあるはずだったあの高校の指定校推薦が、うん、まあなくなってて、スポーツ推薦で行くしかあの、まあ、行きたい大学に行けなかったので、うん、まあ、大学にはスポーツ推薦で行って、うん、で当然サッカー部入れられるんですけど、うん、まあ、こういう感じで入ってるんで、いつ辞めてやろうかなぐらいの感じで、うん、それよりもなんか留学したいとか、うん、バイトしたいとか、うん、なんかそんな感じで思ってましたね。逆に言うと、そうやって大学のじゃあ4年生の時日本一になって J リーグからオファーもらった時には悩んだの？すぐにはもうはい行きますとはならなかった？あ、もう全然ならなかったですね。就活もしてたんで、うん、就活しながらサッカーやってて、でオファーいただいて、でちょっと決めれないんで2、3ヶ月時間もらっていいですかみたいな返事をしたら、こうあの大学の監督が、はい、お前さすがに1ヶ月ぐらいで決めろっていう風に言ってくれて、でそれであのじゃ あの1ヶ月後に返事しますって言って、うん、でそれはなんか別に他のクラブのオファーを待つとかじゃなくて、うん、自分がこう坂口やるのかやらないのかみたいな、うん、そこであのすごい迷ってたっていうところですね、うん、で最終的にプロ入りすることを決めた決断はどういう要因だったんですか？いろいろあるんですけど、うん、まずはあのその大学の監督が、うん、そのまあ井筒があのJリーガーとかサッカー界に行くことに意味があるんじゃないかっていうふうに言ってくれたので、うん、まあ、それはすごい刺さったっていうのと、うん、あとは小澤さんさっきおっしゃっていただきましたけど、あの多分自分が行くと自分のこうノリの合わない人がたくさんいる世界であることはもう薄々気づいてたんですけど、うん、はい、そういうところに行くことで、まあ、自分のこうキャパとか考え方が広がるんじゃないかっていうふうに思ったので、うん、まあ普通に大企業行ってあの着実にやっていくよりは、うん、ちょっとこうおもろいことをできるタイミングでやっとこうかなっていう、うん、まあ、大きく分けるとこの2点で、うん、あとなんかちょっとかっこいいなと思って、うん、そういう憧れもあったんで一応ね、はい、うん、実際に入ってみて、まあ、外から眺めていたプロの世界と実際にJリーガーっていう職業についてみて、はい、なんか違いギャップはありました？いや、ギャップはそんなになくて、うん、でもなんかみんなこうなんて言うんでしょう、サッカー少年としての心をやっぱ持ち続けてる人が多いなっていう感じはしました。僕はもっとこう現実的なことをいろいろ考えちゃったりとか、うん、まあ、まさに就活とかそういう話だと思うんですけど、っていうのはありましたね。ただ1年目2年目、まあ、1年目はほとんどていうか一切試合に J リーグの試合に出れなかったので、うん、あんまりこう J リーガーという職業を俯瞰してみるというよりは、うん、まずはやっぱりまあ僕もずっとサッカーやってるので、うん、サッカーで結果が出せないのが悔しいっていう、まあ、その1年間はそういうモードでやってました、うん、まあ、僕も今子供がサッカーやり始めてる小学校3年生と幼稚園の子がいるので、まあ、そういうサッカーやってる少年の親になっている思うことがあるんですけど、やっぱスペインとスペイン住んだ時もそうなんですけど、日本の大きな違いって、僕はできれば井筒さんみたいな、なんだろう、まあ、別に J リーガー目指さないっていう子はが増えてほしいとは思わないんだけど、そのプロになりたい、まあ、なりたくてもいいんですけど、プロってやっぱ選ばれてなるものだと思うので、だから僕スペインですごく見てて思ったのは、やっぱスペインって諦めるのも早いんですよね、選ばれるってみんなが思うから。だから逆に諦めるの早いのが悪いことかっていうと決してそうじゃなくて、15歳とか16歳で僕は違う道に、選手じゃないから指導者行こうとか、選手じゃないから審判行こうとか、やっぱその辺からも自分のキャリアを自主的にこう選べる子が多いんだけど、日本の場合は逆に、多分伊豆さんも大学時代なんか多かったと思うんだけど、大学でトップチームで出てないんだけど俺海外行ってプロになるみたいな、サッカー留学する子が非常に多い、はいはい、だから夢を諦めきれずにずるずると、まあお金が親が出してくるとかってもあるかもしれないけど、サッカー留学みたいな子で22歳とか20代、ね、前半まで引っ張る子が多いんで、ちょっと夢を見すぎたらダメなんじゃないかなっていうのは育成年代の子供を持つ親としても思うんで、その辺はもうちょっとなんか伊豆さんみたいにしっかりとやっぱ学生時代からそのまあもちろんねピュアにこうねプロになれたらなれたり幸せだと思うんですけど、でもそればっかりじゃダメなんじゃないかなっていうのは伊豆さんの活動とかこういう本見てすごく思ったんで、そこはその辺どう、実際に伊豆さんみたいな選手は他にいなかったわけでしょ？そうですね。変わってるねって言われた？やっぱりめちゃ辞める時とか特に言われましたね、はい、3年でスパッと辞めたんだもんね。そうですね、
本当に給料も上がってきてて、うん、で契約延長もらってて辞めたんだよね。そうですね、うん、で今浦和で監督やってるあのスペイン人のリカルド・ロドリゲスが監督で、でまあレギュラーも掴んでたので、はい、まあ、来年もまあこう井筒はこの辺で出るんだろうみたいな雰囲気が漂うシーズンオフだったんで、うん、結構なんで辞めるのとかっていうのはすごい言われましたし、うん、やめるわって言ってもずっと冗談だと思ってる後輩とかがいていや本当なんだけどとかっていうのが、うん、まあでもまさにそうですね。やっぱりこう夢を追い続けてるのって、うん、ある種こう分かりやすいというかもう説明不要の美しさがあると思うので、うん、まあ、例えば J リーガーになれなかったとしても、うん、海外に行ってサッカー選手目指してるんですっていう状態は、うん、やっぱり世間的にもこうなんか応援したいし、うん、自分もそれが気持ちいいっていう感覚もすごいわかるんですよね。うん、で、まあ、ずっとサッカーやってきてまた新しい挑戦を始めるのとか、うん、また新しいこう興味を見つけるのってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。うん、でそれがどん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 こう多分こう先送りになって、うん、で今自分が夢を追ってるサッカー選手になるっていう夢を追ってるっていう状態も心地いいし、うん、どん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 こう動けなくなってくるんじゃないかなっていう気は、うん、なるほど、はい、します。うん、あと書籍のサブタイトルにもなってるけど、まあ、セカンドキャリアに苦悩するアスリートの構造的問題と解決策っていう、はい、まあ、セカンドキャリア問題は実際に J リーガー経験して、はい、まあ、3年でスパッと辞めてみて今どういうふうに考えてますか？いやー、僕今仕事バリバリやってるんですけど、うん、めっちゃ大変で、うん、大変でっていうか難しくて、やっぱり、うん、なんかサッカーの方がやっぱシンプルだったなっていうのすごい思いますね。うん、なんか評価する人も監督に評価されれば試合に出れますし、ある意味自分がこうサッカー上手ければ試合に出れますし、でも仕事だともっと、まあ、取引先の人がいて上司がいてこう部下がいてみたいな、チームがあってみたいな、いろんなステークホルダーがいるんで、その辺はすごい難しいなって思うんですけど、うん、まあ、これはこれでやっぱり面白いんで、うん、なんかこっち側に来ると多分 J リーガー、元 J リーガーの人たちも多分このビジネスというゲームの中ですごい楽しめるんじゃないかなって思うんですけど、うん、まあ、でもこれもある J リーガーと話したんですけど、やっぱりさっきも言いましたけど、こうずっとサッカーやってきて、うん、サッカーより楽しいものを、うん、なるほど、サッカーやってる間に見つけることなんて不可能なんで、うん、やっぱりどっかでこう決めで自分からこう飛び出して、うん、で本当にこれが一生自分のやっていく仕事なのか分かんない中でも、まあ、チャレンジしてみて、うん、である程度頑張ってみないとそういうのもこう分かんないと思うんですけど、うん、まあ、そういうのがやりづらい環境ではあるなというふうには思います。うんうん、実際に J リーガーやってる時は、まあ、そのファンサポーターからの夢とか期待を背負ってプレーするわけじゃないですか。はい、なんかそういうところでの、なんだろう、まあ、本当は自分そこまでその美しいような職業じゃないのに、なんか正職のように見えるじゃないですか。はい、なんかそういうところの過度なプレッシャーとか期待っていうのはやっぱ感じながらプレーしてた。そうですね。うん、1,2 年目は特にしてましたね。うん、試合も出れずに、試合出れない組はこうホームゲームの時にサイン会とかやらせてもらえたりするじゃないですか。ね、うん、そういう時に応援してるよとかって言われると、うん、ああ応援してもらってるなみたいな感じとかすごいあって、うん、まあでもそういう方々の存在すごいありがたかったですし、うん、でもやっぱりノートでブログを書いて自分の思いを発信、うん、まあ、当時からしてたので、うん、そのあたりがかなり、まあ、楽になったというか、うん、このままの自分をこう応援してもらってる感じはしたので、うん、まあ、今ブログやってる選手とか、まあ、YouTube やってる選手もそれこそめちゃくちゃ多いですけど、うん、まあ、使いようによってはすごくこうただのサッカー選手、徳島ボルティスの何番みたいな見方じゃなくて、井筒陸也君っていう、うん、こう苦悩もあり葛藤もあり、うん、頑張ってる井筒陸也君っていう風に見てもらえるような、うん、まあ、いい時代が来てるんじゃないかなっていう気もします。うんうんうん、そういう意味では、まあ、セカンドキャリア問題っていう大テーマに入るところの手前のところで、まあ、現役時代もそうやって自分の思いとかリアルに今 SNS 使ったらアカウント使いながら発信できるんで、そういうところは発信して実際にやってみてメリットはやっぱ感じた。僕はすごい感じましたね。うん、当時は本当にブログやってる人とかあんまり、うんうん、ああいうブログをやってる人とかあんま多くなかったんで、自分の思い発信してすごい楽になりましたし、うん、まあ、多少こう負けた後とかはこう、うん、いやいや言われたりもしましたけど、うんうん、まあ、あんな可愛いもんだったなっていう感じですね。うんうん、実際に今もそのご自身で YouTube チャンネル作って、ジソっていうね、こう、まあ、チャンネル名でいろんな、ね、現役のチーム、まあ、チームメートじゃないか、チームメートも含めてか呼んで
J リーガー呼んで話してますけど、やっぱああやって J リーガーでもこれぐらいいろんなことを考えてプレーしてるんだっていう意味では、いろんな反響とかいい意味でのこうリアクションはありました？ありますね、うん、そうっすね、なんか J リーガーってあんまり語らないことが美しいみたいな雰囲気はあったと思うんですけど、うん、まあ、やっぱりこう試合に出れなかったりとか負けたりとかした後にこそ、うん、こういうことがあってとかこういうこと考えててっていうことに意味があると思うんで、うん、まあ、最近はそういう媒体も増えてきましたけど、ね、なんかそういうのはすごい、あの J リーガー内で反響がいい。あ、なるほどね僕もこの間にのフットボール秘境とかの五谷選手との対談とか拝見してて、彼なんかまあ学生時代もすごかったんで、僕も見てた、はい、取材したりしたけど、あんなこう学生時代はなんか思考してるようには見えなかったのが、最近成長したんですよ、ね、まあやっぱ家族も持つようになって、はい、そういうふうに考えるようになったのかなっていう意味では、はい、なんか成長も感じるんだけど、まさにまさに、うん、そうですね、まあ、なんかそういう発信とかすることによって自分の内面と向き合って、まあ、時間はあるわけじゃないですか、 J リーガーなんで、まあ、そういう意味ではうまく使えれば、そのセカンドキャリアとか、まあ、そのサッカー選手終わってからの人生にやっぱり役立つ可能性あるってことね。あると思います、うん、はい、まあ、ただもう今結構いろんな人がやってるので、またこうどういうものを出すのがいいのかとか、あとはなんかこうなんていうんですか、こう世に出すということはこうある程度クオリティが問われる話なので、出さなければかっこいいままでいられるけど、こう出すとなんかダセーなってなってしまうこともあると思うので、この辺はなんか難しいところで、なんで僕はあのちゃんとこうロゴとかもプロの方に作ってもらったりとか、うん、タイトルもそうやってこう、まあ、コンサルとまでは言わないですけど、うん、そういう方に、うん、あの敗北のスポーツ学っていう名前をつけてもらったりとかしたんで、うん、その辺はこだわってよかったなというふうに思いました。実際に J リーガー、まあ、サッカーずっとやってきて J リーガープロにまでなってのそういう、まあ、思考力とかそういう自分なりの、まあ、思考のフレーミングとかが今のビジネスの領域で役立ってるとかっていうところありますか？使えてるなっていうのは。それはめっちゃありますね、うん、そうですね、なんかフレームもそうなんですけど、うん、やっぱそのインテンシティみたいなのは仕事でも多分、ちょっと小沢さんの前でインテンシティとか軽々しく、いや、あのやっぱチームっていうものの一つのこう概念に対しても、うん、僕が思ってるチームと多分その、その辺の人が思ってるチームの、うん、こうなんか硬さとか、うん、まあ、まさにインテンシティっていうのはなんか違ったりとか、うん、こう目標に対して、まあ、よくある話ですけど、うん、やるっていうところもなんかこうやってやるぞみたいな、そういう感じとかは、うん、ちょっと物騒な部分であるんですけど、うん、なんかサッカーやってて、うん、確かにサッカーやってない技術陸上だったら多分そういうガッと入る瞬間なかったかもしれない、ね、そうなんです、多分本当にあの地元の公立高校に行って、うん、あのちょっと頭のいい、うん、常に俯瞰して見てて青年みたいな感じで終わってたと思うんですけど、うん、まあ、サッカーやって本当に、まあ、監督とかにムカついて、うん、絶対見返してやるとか、あ、やっぱそういうのあったんだ、ありましたね、うん、まあ、あるじゃないですかやっぱり、うん、でライバルとこう自分を比較して、いや、なんで俺使ってくれないんだよとか、うん、何が俺よりあいつの方が勝ってるんだよとか、うん、なんかそういうのは仕事しててもすごいあるので、うん、まあ、これはあの変な方に使うとこう輪を乱しちゃう感じになると思うんですけど、なんか仕事する上でこっそりこう普段はスーツ着てこう真面目なふりしてるんですけど、ちょっとこう隠し持ってる、なるほど、なんかこう闘争本能みたいなのはやっぱサッカーやってきてよかったなって思うところですね。あとちょっともう一つのねテーマを話を展開したいのは、その、まあ、伊豆さんは多分高校も大学も、ね、それなりに強いところに行ったしスポーツ推薦使ってるんだけど、こういう人物で人間だから、そのまだまだ日本の育成ってやっぱり僕も子供がサッカーやってると、なんかサッカー上手いやつが偉いみたいな、なんか考え方ってはびこってんだよね。それをなんとかなくしたいな、是正したいなと思ってて、そこってやりながらもなんか感じたことありました？いや、めちゃくちゃありましたね、うん、あの僕が3年目までブログを始められなかったのは、うん、やっぱり1年目試合出れてなくて、うん、で2年目まあ半々ぐらいだったんで、うん、まあいいかなと思って3年目始めたんですけど、うん、やっぱりこう試合出てないやつが、うん、あのうるせえよみたいな、うん、空気はあるじゃないですかでしかもなんか敗北とかっていうタイトルつけようもんならなおさらだと思うんですけど、なんか世間的な面もありますし、うん、やっぱりチーム内でも
まあそうですよね、高校の時の話もさっきしましたけど、本当になんかサッカー上手くない、試合に出てないと人権ないみたいな扱いを受けてきたんで、どんだけ僕が考えに考えて正しいこと言っても誰にも響かなくて、くっそーって思ってましたね。そこはまあもしかしたら世界でもそうなのかもしれないっていうのは、例えばね、まあ、去年までバルサにメッシがいた時にメッシの人がもう神みたいな形で取っちゃうわけで、っていうことを考えたら確かにそういう面もあるんだけど、でも日本の場合はどうしてもその進学の、ね、スポーツ推薦の制度もあるし、サッカー上手かったら普通にいい高校いい大学に行けちゃうっていうところの制度もそうだし、実際にその制度を使ってみた井筒さんとしてはどうですか？その制度僕はなくした方がいいと思ってて、確かにそう言われればなんか親としてはやっぱりサッカー上手くてもやっぱサッカーでは行ってほしくないなと思うの、うん、いや本当自分の言葉はちょっとブーベランになって戻ってきたんで。でも感覚のサッカー部の場合は、うん、そのまあ、今どうか分からないですけど、うん、その僕の大学の関西学院大学サッカー部は、スポーツ推薦でスポーツが上手い子、サッカーが上手い子もそうなんですけど、うん、キャプテン人材を結構集めてたんですよね。だから僕らの代11人同期でスポーツ推薦がいたんですけど、うん、半分ぐらいキャプテン経験者だって言ってましたんで、うん、結構人間性も見られてたっていうところは良かったかなっていうふうに思いますし、うん、まあでも確かにスポーツ推薦制度はなくてもいいかもしれないですね、うん、確かに確かに。でね、あともう一つそこで言うとね、さっきの、まあ、勝利至上主義にもこう紐づくわけじゃないですか、そこが。だから実際に大学で日本一になった時の集合写真で、うん、まあ、この本の中で僕も一番日々だとこだけど、あ、後ろのやつらが笑ってないっていう気づき、あれはやっぱり衝撃だったんですか？いや衝撃でしたね、うん、衝撃だった。よくでも気づけたね、そこに。その日は、うん、僕もテンション上がってたんで、うん、まあ、室谷聖君とか、うん、泉龍二君とかいる当時の明治、すごい明治のね、買って、で大阪で地元開催で優勝して、うん、わーってなってたんですけど、うん、なんかちょっと違和感があって、まあ、でも当日はこう水かけたりして喜んだんですけど、うん、写真見た時にやっぱり後輩とかが全然笑ってなくて、うん、あ、これあんま意味ないなっていう風にすごい感じたんですよね、うん、で高校の時はそれ気づけなくて、やっぱ選手権出たとか、うん、インターハイ出た時にもう本当泣くぐらい嬉しくて、うん、で選手権とか1回戦で負けちゃうんですけど、うん、まあ、こう選手権出るっていうのを目標にしてやってきたんで、うん、すごい嬉しかったんですけど、うん、大学になってちょっと大人になって、うん、僕もこうチームのメンバーとかをこうマネジメントしたりとかする立場で、まあ、そういう立場でやっぱりこう蓋開けてこう彼らが喜んでないっていうのは、まあ、やっぱりちょっとちょっとこう僕が屈折したサッカー人生を始めてしまうのが一番のきっかけだったなっていうふうに思いますね。うん、でもやっぱりそこはその伊豆さんだから気づけた部分で、普通のサッカー選手とか関係者は、いや、もし日本一になったり優勝したら全員にメリットあるでしょって幻想を抱くわけじゃないですか、うん、で実際にそうな場合も多いと思うし、うん、でもやっぱりそう、実際にその彼らは笑ってなかったっていうのは、その後の伊豆さんのやっぱりその行動とか思考にも大きくやっぱりそこは影響したんですか？いや、しましたね、うん、なんか僕自身がこうサッカーのためにやってこなかった、自分がこうサッカー選手目指してやってきてたら、うん、日本一になって、うん、プロからも注目されて、うん、万々歳だと思うんですけど、うん、なんかそうじゃない、でもまあサッカーを続けてるっていう状態だったんで、うん、なんかこうサッカー自体というか、そのこう結果出してプロ行けるどうのこうのとかじゃなくて、このやってるサッカーの中に自分は多分喜びを見出さないといけなかったんですけど、うん、それを忘れて、うん、トロフィーを掲げることとか、うん、自分がプロに行くこととかにやっぱ目線が行ってたのは、うん、なんか本末転倒というか、うん、なんか自分がそうじゃんっていう感覚はあって、うん、で感覚のサッカー部の部員たちも150人ぐらいいるんで、当然もう 95% がプロになれない、うん、だから彼らも大学で結果を出してプロになるとか、うん、そういうのじゃないところにやっぱりこう意義を見出さないといけないはずなのに、うん、それを提供する側のこうリーダーである僕がこうそれを忘れてこうトロフィーに夢中になってたっていう、なんか自己嫌悪みたいなのもあって、それで大きな気づきを得ることができたので、そこから先はプロになってからも自分が J1 行くとか金稼ぐとかではなくて、
なんで徳島でサッカーやってるんだろうとか、うん、なんで自分は J リーガーやってるんだろうってことを考えながら、うん、結果的にやるようになりましたね、うんうんうん、やっぱそこきっかけに多分そのサッカーやることの意義とかサッカーの価値とかっていう考え方も変わったと思うんだけど、今もう選手はねやってなくて引退して改めてこうサッカーの、まあ、価値、まあ、そういうものって今どう考えてますか？いやー、今あの新宿のサッカークラブにいるんですけど、うん、あの僕にとってすごい重要なのは、その感覚のサッカー部での気づきと、あとはそれを気づいた時ぐらいに今のクリアソンという組織に出会っていて、うん、でクリアソンというあの会社でありサッカークラブはあのサッカーを何のためにやるのかっていうのをすごい大事にしてて、うん、もちろん J リーグ目指してるんですけど、あの J リーグどうのこうのじゃなくてサッカーを何のために使うのかっていうのを考えてる集団なので、まあ、なんかそれもすごい大きかったな、そのタイミングで出会えたのも大きかったなっていうふうにあの思ってるんですけど、あの、まあ、サッカーって本当にこうグローバルに全世界でやられていて、うん、まあんまりこう難しいこと考えずに90分間座って、うん、で、まあ、1回か2回ゴールが入るみたいな、でその瞬間に喜べばいいっていう、うん、めちゃくちゃ分かりやすいコンテンツだと思うので、うん、まあ、それはあの僕らは新宿でサッカーやってるんで、まあ、例えば多国籍の人とか性的マイノリティの人とか、うん、子供大人とか、まあ、仕事の何やってるのかに関わらず、なんかそういう人たちが楽しめる唯一のものになりうるんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、まあ、そういうことを考えながらサッカーやるんだったらすごい価値あると思いますし、うん、それはあの各クラブが地元を持ってると思うんで、そういう地元のためにやれるといいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、なんか結局は町とか人になんかどういう価値を与えられるのかっていうところをまあ考え続けるのが、なんかサッカーの目的みたいなところにつながってくるのかなっていうふうには、うん、まあ、今自分がこういう仕事してるんですごい思いますね、うん、前半の部分で最後の質問です。その伊豆さんがサッカーやってきて、サッカーの魅力、伊豆さん自身はどこに感じてますか？いやー、そうですね、魅力ですよね、うん、まあ、さっき言ったところもそうですし、あと僕あの本当にあんま上手くなくてあんまり能力も高くないんですけど、うん、意外とまあ、J2 レベルなら1年間通してサッカーを、うん、試合に出れるのは、なんか人とのかチームメートとの関係性とか、うん、まあ、頭いいとか悪いとか置いといて、そのサッカー IQ 的に考えられるかみたいな、うん、なるほど、そういうところで勝機を見出してたなと思うので、うん、なんかその辺はめちゃくちゃ面白いなっていうふうに思ってて、うん、他のスポーツだと多分やっぱり言ってもそうですね、バスケットボールだとある程度身長ないととか、うん、なんか陸上だと当然足速くないといけないしとか、うん、なんかサッカーだけじゃないとは思うんですけど、うん、その辺はすごい面白い、複雑だからこそ面白いスポーツだなっていうふうに、うん、もうそこはエルバのコーチに言われた持たざる者が持てる者を倒したら面白いっていうところに集約されてるんだ、ね、ジャイアントキリングの、うん、はい、マインドが、でもそれできるの本当サッカーが一番、うん、あるスポーツだと思うので、うん、この辺はめちゃくちゃ魅力的だなと思ってますね。まあ、ですのでちょっと後半はその伊豆さんのそういう思考、ね、マインドのところ、やっぱり持たざるものでも J リーガーに実際になって J2 でバリバリレギュラーで活躍したっていうような、まあ、伊豆さんの人物像に迫りたいと思いますので、後半もお楽しみに。前半ひとまず終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。